ソユーズ30号は1978年に行われたソビエト連邦の有人宇宙飛行でサルート6号を訪れた。軌道上の施設にドッキングが成功したのは5度目であった。ソユーズ30号の乗組員は長期滞在を行っているソユーズ29号の乗組員を初めて訪ねた。ピョートルクリムクと初のポーランド人宇宙飛行士となる。 ミロスワフ・ヘルマシェフスキの二人が参加した。ワルシャワのポーランド軍事技術博物館に展示されるソユーズ30号の着陸カプセルカプセルの耐熱シールド二度目のインターコスモスミッションは1978年6月27日にサルウト6号に向けて打ち上げられた。ソユーズは6月29日にステーションにドッキングし、 乗組員のピョートル・クリムクとミロスワフ・ヘルマシェフスキは12日前から来ていたウラジーミル・コワリョノクとアレクサンドル・イワンチェンコフに面会した。軌動上の宇宙ステーションに4人が集まるのは3度目のことだった。しかし、ソユーズ30号の乗組員の任務はソユーズ29号の乗組員の仕事と干渉しないように大部分が削減された。 ソユーズ29号の乗組員の滞在中は、インターコスモスの乗組員は、実験をするために、ソユーズに止まる必要があった。このような状況にもかかわらず、ヘルマシェフスキは、多くの実験を行った。例えば、結晶化の実験では、ステーション上の赤外線検出器で利用される、カドミウムマイナステルル水銀の47グラムの半導体結晶を作った。 この終了は地上での15%を大幅に上回る50%であった。ソユーズ30号の乗組員は MKF-6M カメラの使用の訓練を受けていた。この訓練の一部は宇宙ステーションの模擬環境である高度 10km で飛行するつ -134 乗でも行われた。ヘルマシェフスキはポーランドの写真を撮影したが、 ポーランド上空は悪天候であった。また、オーロラの撮影も行われた。ヘルマシェフスキは、肺活量の測定や運動中や、弱服着,着用の体温の測定等の医学実験も行った。登場の4人全員が参加して、どうして無重力化で食物が美味しい理由を調べる味覚実験も行われた。ソユーズ30号の乗組員は、実験装置をカプセルにまとめ、 7月5日早朝に、アスタナから西へ 300km の農場に着陸した。ありがとうございます。